立浪監督が松山をベンチ外に、桐敷と松山が最優秀中継ぎ投手、今季のセ・リーグ最優秀中継ぎ賞が確定した中日の今季最終戦となる DNA 戦で松山真也投手24がベンチメンバーを外れたため43ホールドポイントで並んでいて、すでに全日程を終了させている阪神桐敷琢磨投手25とのダブル受賞が決まった。松山、桐敷両投手、本当に受賞おめでとうございます。リリーフ投手って投げない日でもベンチ入りしていれば、ほぼ毎試合ブルペンで準備していて、コンディションもメンタルも良い状態を維持するのが大変なポジションだと思います。そんな中で1年間投げ抜いた経験は若い彼らにとってめちゃくちゃ大きな力になるのでは。立浪、岡田両監督の配慮も素晴らしい。正直今年は本当に桐敷に無理をさせてしまっただけに、優勝も個人タイトルも何もないのはかわいそうというか寂しいなと思っていた。登板数もイニングも松山以上に投げていて本当に疲労したと思う。立浪監督の計らいですかね。単独タイトルも狙えたと思いますが、2人ともタイトルおめでとうございます。これは野球界の暗黙のルールなのかな。先に岡田監督が桐敷を最終戦ベンチ外にしたのは、立浪監督へのダブル受賞のメッセージだったのかも。先に阪神が最終戦に桐敷投げさせなかったもんね。2人ともこんな長丁場未経験だと思うし、中継ぎって毎日なので大変なポジションだと思う。なので体のケアには注意して長く野球選手できるようにしてほしい。岡田さんと立浪さんの親心に感謝。方や育成から這い上がり方や今季70試合登板、甘いと言われるかもしれないが、これだけ頑張った2人とも報われてほしいと思っていたから、自分はこれで良かったと思う。松山、桐敷両選手とも本当におめでとう。松山投手ベンチ外って、これは立浪監督が桐敷投手にもタイトル取らせてくれたってことですよね。最後にこんな粋な計らい、感謝します。ありがとう。阪神ファンだけど、あまりスポットライトが当たりにくい中継ぎの個人賞なので、松山選手にも取ってほしかった。この結果が一番良かったと思う。松山選手、桐敷おめでとう。松山、桐敷タイトルおめでとう。お互いすごいリリーバーになりました。タイトルが確定している中で言葉は悪いけど無駄な登板、最下位回避目的で浪費する必要ないものね。単独でのタイトル獲得に価値はあるのかもしれないけどね。桐敷選手に配慮してくれたんですね。立浪さんいろいろ言われがちですが、優しい人ですよね。ありがとうございます。岡田監督と立浪監督の粋な置き土産、球団さんは若い2人に年俸爆上げをお願いします。立浪監督、素晴らしい決断。ルーキー桐敷、最優秀中継ぎおめでとう。立浪監督、ありがとうございます。桐敷、松山おめでとう。阪神も最終戦桐敷をベンチ外にしてたけど、もしかしたらそれも松山が並べるようにとか。あえてベンチ外して桐敷投手と同時受賞なのね。粋だね。さすがに立浪も空気読んだかダブル。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。